こんにちは、週末クリエイターのオカピです。今日は ZV-E10 のお話っていうことで、 ZV-E10 ね、2回ぐらいでやめるつもりだったんですけどね。なぜかめちゃめちゃ ZV-E10 のこと喋ってんなって感じなんですけど、まあそれぐらいね、ちょっとこう買う前とは想像してなかったことが起きてしまってるので、少し解説動画的なことをちょっとずつ出すっていう感じに今してます。でいろいろ試してるんですけど、もう だいぶ結論が出そうで、残念ながらやっぱり売却するって方向に行きそうな気がしますね。自分の使い方としてはどうしてもこう歩き取りがやりにくいっていうところが非常に問題になってしまってるカメラでございます。で前回の動画でね、コメントもいただいたりしていまして、で私も知ってたんですけど、カタリストブラウズっていうソニーの手ブレ補正、この中にこうジャイロの記録が残っていて、後から手ブレ補正をかけるっていう機能が実はあります。で他のカメラで言うと何だったっけな、 FX6 でしたっけ、結構シネマラインのカメラでもそのジャイロを使ってっていうのがあったと思いますが、まあなんとこの ZV-E10 もそれができるようになっているみたいです。ジャイロがね、中にこうジャイロの記録も入ってるっていうことでできるんですけど、僕もカタリストブラウズ一応使ってみたいなって思ってたので、まあ試しにやってみました。で、ただもともとね、使う前から言っておくと、このカメラを使う理由自体がもうコンパクトで、できるだけ手軽に、しかも音声のところなんか音声処理しなくていいようにっていうことでこのカメラ買ったわけなんで、後処理で何か加えるつもりがほぼないんですよ。なので仮にできたとしても、それがこのカメラが使えるっていう結論には自分の中ではならないですね。はい。で一応ね、カタリストブラウズ使ってみたんですけれども、条件がいろいろありまして、手ブレ補正なし、完全ななしか、もしくはアクティブ手ブレ補正であれば、カタリストブラウズで手ブレ補正がかけられます後から。でただスタンダード手ブレ補正はできないっていうふうに言われてるみたいですね。で私もカタリストブラウズの画面上でいろんな素材をインポートしてやってみたんですけど、確かに手ブレ補正っていうこうクリックができるようになるのは手ブレ補正なしかアクティブ手ブレ補正かどちらかっていうことになりました。でアクティブ手ブレ補正に関してはカタリストブラウズをオンにしちゃうと、なんかねその編集画面上でさらにクロップされたイメージがあります。ちょっと細かくはチェックしてないんですけど、多分普通に考えると、例えば 35mm 換算で 35mm のレンズが、だいたい 50mm ぐらいの焦点距離になり、さらにこのアクティブ手ブレ補正によって 1.44 倍ぐらいされるじゃないですか。でカタリストブラウズでさらにクロップされるってなると、もうちょっととんでもないぐらいクロップされちゃうので、まあないかなと思います。でクオリティもね、なんかカタリストブラウズで手ブレ補正かけたからといって完全に治るかって言われると、なんか治ってない気がしますね。もちろんブレは収まってはいるんですけど、だいぶマシにはなっているんですけど、まあアクティブ手ブレ補正にプラスアルファでやっちゃうと、まあ、画角が著しく減ってしまうということで、ちょっと使い物にならないなっていう印象です。で逆に手ブレ補正なしの状態からカタリストブラウズで手ブレ補正をかけると、まあ、これはね結構減ってるなって感じなんですけど、肝心のその多分ローリングシャッターだと思うんですけど、画像の歪み、にじみ、像のにじみみたいなところがやっぱり出ちゃうんですよ。だから結論から言うと、これのアクティブ手ブレ補正と、手ブレ補正なしで収録してカタリストブラウズで手ブレ補正かけたバージョンっていうのは、映像の汚さというか見た目の悪さっていうのがほぼ同じな気がします。なので、結局使えないなと。でもう一個言うとですね、だいたい1分ぐらいのクリップなんですけど、まあ私の、まあ、4K もちゃんと軽々編集できるようなマシンではありますが、まあその編集マシンを使ってしても5分ぐらいかかってたかな、処理に。で、まあワンクリップずつしか処理できないんですよ。それで、5分、5倍ぐらい、撮影クリップの長さの5倍ぐらいの長さ、処理時間かかっちゃうということで、まあちょっとそこも使い物にならないなっていう判定なのと、まあVlog なんかでね、撮影してる時ってずっと回しっぱじゃないし、バンバンこう撮っては止め、撮っては止めって繰り返しますから、その状態でクリップが膨大にある時に1個ずつ処理とか、まずありえないので、で、このね、一括で処理するにはっていうことで、カタリストプリペアだったかな？カタリストプリペアっていう別のソフトがあるんですけど、それはね、今度有料なんですよね。
年間1万いくらかな、ちょっと年間いくらかのサブスクになってるみたいなんで、ちょっとなんかそれサブスクでやるほどのことじゃねえなっていうのがあって、結論から言うと未だに、解決できておりません。で逆にですね、逆にダークホース現るっていうことで iPhone 13 Pro、 これをちょうど買い替えの時期になりまして買い替えました。で、これとこれでね、こうやって例えばこっちがシネマティックモードだったりとか通常のカメラモードでこうやって撮ってる時に、まあ、感じたこととしては、まあ、手ブレ補正は間違いなくこっちの方が優秀で、映像の綺麗さに関してもはっきり言ってこっちの方が優秀、まあ、特にあのキットレンズ暗いですからね、暗いからっていうのもあるけど、うん、それにしても、シネマティックモードなんかにするとさらになんか一段明るくなってる気がするんですけど、まあ、これとこれでこうやって撮った時の、まあ、明るさ明らかに iPhone Pro、 iPhone 13 Pro の方が上って感じでした。まあ、あとは音声ですね、音声がやっぱ若干こっちの方が上かなっていう感じはしますけど、まあそれももう圧倒的にこっちが綺麗っていうことでもないので、まあ通常だとこれで撮っといて、まあどうしても音綺麗に撮りたければ、まあそれこそね、それこそこの組み合わせでいいんじゃないかなと、ロードワイヤレス Go2 と iPhone っていう組み合わせでもいいんじゃないかなと思ってしまいましたね。はい。で写真もね、まあもちろんこれと 35mm のレンズ組み合わせたら一番綺麗なんですけど、まあそこまでやるぐらいだったら正直 R5 持ってきゃいいかなっていうのもあるし、結果的にね、このちょっと中途半端なソリューションになっちゃったなっていう、自分にとってですけどね、 iPhone 13 Pro 買っちゃったっていうところもあって、これの位置づけがなんかすごく微妙になってしまいましたというお知らせです。で、まあ前回ちょっと音声比較してないので音声の比較を少しだけやって終わりにしたいと思いますが、まずね、これこれとこれの単独の音声とこれね、これ単独の音声とこれロードワイヤレス Go2 で撮った場合どんな風に違うのかっていうことですね。ノーマライズかけただけにしときましょうか。ノーマライズかけただけだとどんな感じかっていう。帰りは結構こっち側が混むじゃん。ああ、混むね。時間帯でしょ、だから。小倉とか時間帯だと。小倉じゃない、間違えた。みんななんか箱根とかそっちの方に行く方がさ、そうだね、帰る。そうだね、間違いない。帰りは結構こっち側が混むじゃん。ああ、混むね。時間帯でしょ、だから。鎌倉とか、時間帯だと。鎌倉じゃない、間違えた。みんななんか箱根とかそっちの方に行く人がさ、ね、帰り帰るのでですね。そうだね、間違いない。すごいな。大変なんだよ。でもバイクとか気持ちいいやろね、今日みたいな日はね。うん、今日はいいんじゃない。でもまあちょっと暑いのかも。暑いかも。すごいな。大変だね。でもバイクとか気持ちいいやろね、今日みたいな日はね。うん、今日はいいんじゃない。でもまあちょっと暑いのかも。暑いかも。これなの？あ、これ。本当だ。ペットと一緒に食事ができる。出た。出た。出た。やってみようぜ。すいません。あ、これだ。あったよ。これなの？うん、これ。本当だ。取って取って。ペットと一緒に食事ができる。出た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 、おばちゃん。ウシスケやってみようかか。行ってみようぜ。すいません。ちゃんとおかかさん用にあげてくれたよ。すごいね。優しい。なんかやっぱりあれだね。犬がいっぱい来るから、すごい手慣れた感じで。ハートも、はい、お茶してもらう。ここ開けます、みたいな。優しい。すごい。いい場所だね。いいね、おかかちゃん。ちゃんとおかかさん用にあげてくれたよ。すごいね。優しいね。なんかやっぱりあれだね。犬がいっぱい来るからか、すごい手慣れた感じで。慣れてるね。カートも、はい、お茶しますよ。はい、ここ開けます、みたいな。優しい。すごい。いい場所だね。いいね、おかかちゃん。肉が。いろいろやらせるから。
ダメだな、途中でやらせちゃうの。変えたの余計だったよ、とにかく。そうだよ。見て、足見えるの。本当だ。柔らかいね、体柔らかい。やべ、声が肉がもう、もう、いろいろやらせるからダメだよ、途中でやらせちゃおーい抱えたの余計だったよ、とにかくそうだなそうだよ見て、足見えるよ本当だ、柔らかいね、体柔らかいまあやっぱりあのノーマライズかけただけだとこっちの方が綺麗、まあそりゃそうだよねって話なんですけど、まああとプラグインですよね。プラグインでボーカルライダー使ったりとか、あとノイズキャンセル使ったりとかすることによってさらにこっちの場合はクリアになってくるんで、結構ねこことここの差が減ってくるんですよね。それはいいところかなと思います。あ、これだ。これなの。本当だ。ペットと一緒に食べられるのチーズケーキ。出た。出た。行ってみようぜ。すいません。あ、これだ。これなの。これ。本当だ。ペットと一緒に食べられるのチーズケーキ。出た。出た。そして次に禁断の、うん、だいぶ映像では巻き始めているこれとこれの差、うん、これまあ音声もちょっと喋りながらこうやって撮ってたんで、まあどれくらい、しかも車の通りがあるところで若干聞き取りにくいと思います。まあ私が手前でカメラ構えながら撮ってて、まあ奥さんが前歩きながら後ろ振り返ったりして喋ってるっていうシーンになりますが、まあこうやってやっててね、どれくらい撮れてるかっていうことなんですけど、どうでしょうか。iPhone の方が軽いじゃん。なんでだ。どうなってんのか。危ない。この角度気にしよう。iPhone の方が軽いじゃん。なんでだ。どうなってんのか。危ない。全然綺麗じゃん。暗いよ。あれでしょ、iPhone、携帯だからいけるの。うん、 iPhone 優秀だね。わかるか。まあさすがに喋ってる声がこれだと聞こえないんじゃない。おかえさん、赤ちゃん満足そう。こういう感じじゃない。いい感じ。大体何、満足した、満足した感じ。まゆさん、赤ちゃん満足そう。あ、いい感じ。大体何、満足した、満足した感じ。まゆさん、赤ちゃん満足そう。あ、いい感じ。大体何、満足した、満足した感じ。まゆさん、赤ちゃん満足そう。あ、いい感じ。大体何、満足した、満足した感じ。やっぱりね、こっちの方がクリアかなとは思います。ただあのこれで全然聞き取れないかって言われると条件によりますけどね。車めちゃめちゃ走ってたりしたらもちろん聞こえないんですけど、まあ、そうじゃない場合においては結構自分が喋ってる音と、まあ、奥さんが喋ってる音声とそんなに問題なく聞こえちゃうなっていう。特にあの後処理するとね、ボーカルライダーとか入れちゃうと結構またこれもね、こことここの差がプラグインでさらに少なくなっちゃうっていうところがあるんで、ノーマライズやってプラグインかけちゃえば結構差は減るかなっていう感じですね。恐ろしい結果だな。
ということで、まあもうちょっと使ってみようと思ってるんですけど、フレンチブルドッグカカのチャンネルではこうやってね、持っても Vlog をこれで撮っていこうかなと今思ってるぐらいなので、まあこれで何回か撮ってみて、どれくらいのクオリティになるか見定めて、最終的にこれがドナドナされちゃうのかどうかっていうのが決まるということですね。まあカメラとしてはコンパクトで非常にいいんですけどね。ちょっとそこが、ちょっとね、と。であと質問でいただいた、まあ、これを買おうかどうか迷ってて踏みとどまってるんですけどって話があって、多分私の酷評してるのを見て、さらに迷ってらっしゃると思うんですけど、室内でね、犬の写真、犬の動画か、室内で犬の動画撮るとき何使ってますかっていう質問だったんですけど、まあ私の場合は簡単にお答えしておくと、大体この DJI ポケット2、まあ、もしくは EOS R5、 DJI ポケット2か EOS R5ですね。まあ、これがかなり多いです。で、加えて言うと、YouTube のショートで上げてるやつなんかは、ほぼこの iPhone 11 Pro Max ですね、そもそも。13 Pro ですらなくて、11 Pro Max で撮ったやつがほぼ多かったですね。これからは多分この13 Pro で撮るものが多くなっていくと思います。まあ何を目的に撮るかですね。室内で犬の動画と一言に言っても、なんかこう寝てるシーンを撮りたいのか、動き回ってるところを撮りたいのかによって、オートフォーカスが優秀な方がいいか、あるいは背景ぼかしたいかとかね。まあそういう条件がいろいろあって、単に犬の動画って一言で言っても、いろんな手段が出ちゃうんですよね。どう撮りたいかによって。なのでまずこう、何の動画をどう撮りたいか、どう表現したいかで、機材は変わっちゃうっていうことだと思います。で、まあ、たまにね、遊びで、シャレで、この今回してる C70 っていうシネマカメラで、おかかを撮ったりもしますけど、犬の動画撮ったりしますけど、まあ、めったにやらないですね。もう本当に、クライアントワーク用みたいなカメラなので、シネマカメラの方は。まあ、ほぼ、犬の動画では出番はないかなと思います。まあ、むしろ、オートフォーカスが早いっていう意味で言うと、R5 の出番の方が多いかなと。背景ぼかしたい場合は。で、背景ぼけなくていいですよと、いう場合は、もう、DJI ポケット2か、まあ iPhone かどっちかって感じかな、私の場合は。はい。ちょっと AF もね、あんまり速くないんですよ。AF もちょっと思ったより速くないので、犬にはあんま向いてないんじゃないかなと思いますね、正直。ということで、ZV-E10、もうこれが多分最後だと思います。もう次やるとしたら、もう売りましたか、やっぱり残しますか、どっちかの動画で、長期レビューだと思うんですけどね。これ以上多分喋ることあんまこれに関してはないかなと思いますが、はい、引き続きね、次はあの R5 の長期レビューっていうのを喋る準備が整ったんで、まあ、喋ってできれば土曜日、今週か来週の土曜日に出せたらいいなと思っています。もうかなり使い込んで相当気に入って使いまくってるカメラなんですけど、最近関わらせていただいた雑誌で、なんとこの R5 でとうとう表紙を取るっていうところまでたどり着きましたので、まあ実は前にもこの雑誌で表紙取らせてもらってるんですけど、この時はね、実は α7 III の時代に撮ったやつなんですね、これ。はい。で、ようやく R5 でも表紙を担当いたしましたということで、もう非常に気に入って使わせていただいているカメラになりますので、R5 のレビューは必然的に熱がこもるんじゃないかなと思います。ということでね、引き続きこういったカメラの話が、メインになると思いますけれども、撮影の話とかね、あるいはその iPhone とかガジェット全般の話もしていきたいと思っていますので、そういった話が好きな方は引き続き見ていただけたら嬉しいです。今回の動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。